皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回は、背中の広がりを効率よくつけていくための種目を3種目ご紹介していきたいなと思います。以前の動画でですね、背中を効率よく大きくしていくためのポイントとそのおすすめ種目を紹介していきましたけども、今度はもうちょっとね、詳しく細かいところを解説していきたいなと思っております。で、まずね、このおすすめ種目に行く前に、そもそもその背中こう厚みとか広がりとかね、トレーニング愛好家の方とかね、特に競技を目指す方の間でね、言われたりしますけども、この広がりと厚みを鍛え分けることができるのかどうかっていう話からさせていただこうかなと思うんですけども、結論としてはね、できるとは思うんですけども、可能ではありますけども、そこまでね、広がりだけに特化するとかね、厚みだけに特化するっていうことは不可能かなと思います。背中の筋肉がついていけば、全体的についていけばですよ、厚みも広がりも両方出てくるんですよ。なので、その厚みも広がりもつけていく中で、特にその広がりをアピールするのに重要な筋肉を重点的に鍛えていくことで、厚み広がり両方ついてきたけど、どっちかっていうと広がりの方が目立つようになってきたよね、そういうようなつき方になってくるというようなイメージでいていただければ分かりやすいかなと思います。なので、その広がりだけをつけるとかね、厚みだけをつけるというわけではなくて、背中全体を大きくしていく中で、その中でも特にね、広がりに特化した筋肉っていうのを重点的に鍛えるにはどうしたらいいか、どういう種目がいいのかというところについてね、ご紹介をしていきたいなと思います。では、その広がりを出していくのに大事な筋肉、どこの筋肉になるかというと、背中の中でもね、この脇のすぐ下にある大円筋とかね、あとはその広背筋になります。ここのね、輪郭を作ってくる筋肉が、やっぱりその広がりを出していくのに大事になってくるので、この大円筋と広背筋をより効率よくね、鍛えていくための種目をご紹介させていただきたいなと思います。では早速ね、トレーニング種目の紹介に行くんですけども、1種目目はもう何といっても懸垂ですね。やっぱりもう懸垂がね、やっぱり広背筋、特に広背筋を鍛えていくのにはもう一番効果的な種目ですので、このね、懸垂でしっかりね、プレートでね、荷重をしてセットを組めるようになるぐらいまでね、もうガンガンやり込んでいただいて、懸垂を強化していただくっていうのが何よりもおすすめです。どのジムでもね、できるトレーニングでもありますので、場所を選ばずにできる。自宅トレーニングでも懸垂のね、器具を買ってしまえばできるので、ちょっと場所は取りますけどね、なので自宅トレーニングでも一応できないことはないということで、ぜひね、この懸垂はね、背中の広がりをつけていきたいんであれば、ぜひぜひやっていただきたい種目になってきます。そして2種目目なんですけども、アンダーハンドのラットプルダウン、これを私おすすめさせていただきます。これはどちらかというと、広背筋ももちろん使うんですけども、大円筋ですねを、重点的に鍛えることのできる種目になります。大円筋をね、効率よく鍛えていくためには、こう脇をね、しっかり締めて、体の横に肘がある状態からぐーっとこう肘を下ろしていく動作、肘を下ろしていって、できれば体を越えてね、この辺までぐっと引いてくる、上からぐっとこの辺まで引いてくる、これぐらいの範囲でしっかりね、動かしてあげることで、大円筋というのは、最大限にね、刺激できるんですが、実はね、もうこの最大の範囲で大円筋を鍛えられる種目ってほとんどないんですよ。設備のすごい充実しているジムだったら、プルオーバーっていうマシンがあって、そのマシンでできたりするんですけども、普通にね、どこにでもあるような器具で鍛えようと思うと、ちょっと工夫が必要になってくるんで、その工夫をしつつ大円筋を鍛えるんであれば、まずはこのアンダーハンドのラットプルダウンになるかなということで、ご紹介させていただきます。コツとしては、しっかりね、脇を締めて
肘が体のね真横に来るように引いていただくこと。そしてアンダーハンドのラットプルダウンの場合は肘が体の横を越えてこっち後ろに来てしまうと負荷のかかり方の関係上ですね、大円筋から負荷が抜けてしまうので、ぐっとここまで引きたいところではあるんですけども、その気持ちをねぐっと抑えていただいて肘が体の真横に来るまでで止めていただく。で戻してぐっと、でこの時に反動を使って引いてこない、反動は使わずにしっかり肘を体の真横に下ろしてくるというやり方をおすすめしています。ぜひね試してみてください。そして最後3種目目なんですけども、3種目目はシーテッドローですね。これも大円筋をメインで鍛えたいやり方になるんですけども、どこにでもあると思うんですけどね、このニュートラルグリップのアタッチメントを使っていただいて、これも脇を締めたままね肘がしっかり体のね真横を通るように引いていただくんですけども、今度はラットプルダウンでは鍛えられなかったここから後ろ、体の真横から後ろのエリアでしっかり大円筋を刺激したいので、重量は軽めで全然構わないのでしっかり肘を引き切れるようにしてください。重すぎて途中で止まってしまったりとか反動をつけて腰がね反ってしまったりとかしないように、しっかり体をまっすぐ保った状態で肘をね後ろに引き切れる、こんな重さでやってみてください。しっかりね肘を引き切れる重量でやろうとすると、普段やってる重量よりもかなりね軽くしないとできないと思うんですけども、このねしっかり肘を引き切るというのが大円筋を最後まで刺激してね効率よく広がりをつけていくのに大事になってきますので、しっかりねそこは高重量を扱いたい気持ちをぐっとこらえてね、しっかりフォームが固められる重量、無理のない重量で始めるようにしてみてください。はい、ということでね今回は背中の広がりを効率よくつけていく種目3種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。他にもね知りたいことがあればぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。